この中に何時のこと嫌いな人いるかしら。もうマンタイラ、1分後にはファンになってるからね。今日も派手に行くわよ。盛り上がるご準備はよろしいですか。元気充電、準備順調、行くよ。すべてをランジュに委ねちゃいなさい。支配してあげるわ。すべてをランジュに委ねちゃいなさい。支配してあげるわ。The Golden Time 始まるよ。こんなもんか。あれ？先輩、先輩なんですか？ああ、先輩、かすみんずーっと会いたかったです。かすみん、先輩が帰ってくるの明日かと思ってました。やーん、かすみんに会いたかったんですね。先輩がいない間、かすみんとっても寂しかったんですよ。ベッドにぬいぐるみ全員集合させないと夜も眠れないくらいで。でも合宿もしたし、練習はちゃんと頑張ってましたよ。本当です。かすみん、約束は守りますからね。はっ、かすみんとしたことが、先輩が来るのは明日だと思ってちょっと油断しちゃってました。髪型が完璧じゃないかも。ランジュちゃん？カリン先輩たち歌いませんよ。あの人のバックダンサーですもん。あと、あの人同好会のメンバーじゃないです。勝手に部を作ったんですよ。ねえ先輩、先輩はかすみんのこと大好きですよね。かすみんのことが大好きで、かすみんの味方ですよね。それが聞けて一安心です。先輩も戻ってきてくれたし、ここから反撃開始です。先輩がいない間に大変なことが起きたんです。もうパニックですよ。皆さん、遅れてすみません。でも
ペシャルゲストを連れてきましたよ。あ、かすみちゃん、こんにちは。スペシャルゲストって誰？絶対に期待を裏切りませんよ。絶対ですから。2回絶対と言いました。歩先輩なんて感動のあまり号泣しちゃうかも。え、私？はは、かなたちゃんピンときた。静子っては焦らない焦らない。ではどうぞ。先輩。どうして今日の夜帰ってくる予定だったよね。帰ってきたら会いに行こうって。私そういうことでしたか。これ以上ないスペシャルゲストですね。おかえり。あなたも元気そうでよかった。短期留学はどうだった？そんなことないよ。私がこんなに元気でいられるのはあなたやみんなのおかげだもん。おかえりなさ。実はあなたがいない間いろいろあったの。あのランジュって人のせいでカスミンたちの部室がなくなっちゃったんですよ。あの人、理事長の娘らしくて、それでこんな時期に香港から二次学に転入してきたんです。あと、ミアって子も一緒に。最初は、しおり子ちゃんが二人を同好会に連れてきてくれたんだよね。スクールアイドルフェスティバルを見て、スクールアイドル活動をしたくて来たってさ。私たち、それを聞いてすごく嬉しかったんです。じゃあこれから同好会で一緒に頑張ろうねって言ったら、それは違うって言われて。最高のスタッフ、最高の環境を整えたスクールアイドル部で、同好会でできなかったことをさせてあげる、だから同好会なんて捨ててきなさいと言われたんです。でも私たち、同好会でできなかったことなんてないよ。同好会だったからこそできたことばかりだもん。だから。ほんとびっくりですよ。理事長の娘だからって好き放題やりすぎです。部室は立ち入り禁止だし、行動とかの使用許可も全然下りないしね。二次学のスクールアイドルとして活動を続けるには部に入るのが条件。部に入らない限り活動禁止。リナちゃんボードズーン。おまけに監視委員会とかいう組織まで作ってカスミンたちの邪魔をしてくるんですよ。練習してるのが見つかるとやめさせられちゃうんだ。同好会の活動現場発見。ビビーって笛吹くんです。だから練習場所も決められなくて、今日は屋上ですが明日はどこになるのやら。急なことだったし、それにあなたに余計な心配かけたくなくて。あなたが帰ってくるまでに私たちだけで解決しようってみんなで決めたの。でも、
まくいかなかった。先輩が帰ってきたらもっと楽しいお話をしたかったんですが、こんなことになってごめんね。話してくれるかな。みんな一緒って部のみんなもってこと？それはちょっと私は迷っちゃうな。そうですよ、ランジュ一味と一緒なんて絶対絶対絶対嫌です。あの子たちのやってるスクールアイドルってなんか違う気がするの。うまく言えないんだけど。おお、帰ってきたんだ。帰ってきたなら連絡くらいしてよ。君の帰りを待っていたのよ。もう何普通に話しかけてるんですか。部外者は来ないでください。部外者ってそんな悲しいことを言わないでよ。愛さんたちだって。愛先輩のお話なんて聞きたくありません。ブーン。とにかく部外者とはお話ししたくないですし、お顔も見たくありません。ブンだ。部外者ってまあそうなんだけど。そんなこと言わないで、可愛いお顔見せてよ。あれ？可愛いお顔？って、騙されません。同好会やめて部に行っちゃった人なんて知りません。ブンだブンだ。そんなこと言わないでよ、カスカス。以上は、抱きつかないでください。落ち着いて、なでなで。もう。あ、この様子だと、もう話は聞いたかしら。君のそういうところ、お姉さん大好きよ。積もる話もあるし、後でデートしない？こら！先輩を誘惑しないでください。こっちには最終兵器歩む先輩がいるんですよ。さあ行っちゃってください、歩む先輩。なんて言えばいいかな。うん、いっつもかすみには言ってるでしょ。じゃあ仕切り直しまして、カリーさん、アイさんのお話も聞きましょう。先輩、何から聞きたいですか？先輩、それじゃあいつものおしゃべりと同じじゃないですか。そんなの決まってます。カリン先輩もアイ先輩もスクールアイドルとしての誇りをなくしちゃったんですよ。それは違うよ、アイさん、スクールアイドルの誇りはあるもん。アイさんだって同好会で活動できるのが一番だよ。でも実際ほとんど活動できないじゃん。だったら練習だけでもやっときたい。それに正直部のやり方に興味があった。何にも知らないまま全否定はしたくなかったんだよ。アイさん、スクールアイドルが好きな人とはみんな友達になりたいしさ。でも、かなたちゃんはみんなで団結したかったな。私はお友達を作りたくて同好会に参加したわけじゃないわ。もちろん、みんなはいい子だし大好きよ。こうして出会えたことに感謝だってしてる。
かけがえのない存在だわ。でも、何でもかんでも一緒っていうのは違うと思う。私たちは仲間でありながらライバル同士、お互いを磨き合い、高め合う関係でいたいの。だから、私と愛のやり方も認めてほしい。現に私たちのパフォーマンスはみんなの刺激になってるでしょ？それは確かに、カリンさんとアイさんのダンス、ちょっと前とは段違いです。そうだね。負けないように頑張らなくちゃって気持ちになる。ブア、やっぱりいろんなもののレベル高いよ。さすがプロ集団って感じ。作詞家、作曲家、振付師、演出家。クリエイティブを担当してるのは、ランジュが連れてきた各業界トップクラスのプロなのよ。でも、カリンちゃんは今、歌えてないよね。エマ？ランジュちゃんのバックダンサーじゃなくて、私はカリンちゃんのパフォーマンスが見たいのに。あそこでは仕方がないことなのよ。部は一番完璧な人がセンターに立つステージ作りをしてる。今は、ランジュがセンターの立場にあるってこと。後ろから見ているとわかるの。あの子のパフォーマンスはずば抜けてる。圧倒的にね。ただ、私だってずっとバックダンサーをしているわけじゃないわ。いつか私がメインになる。メインとかバックダンサーとかじゃないの。私は、ランジュちゃんよりカリンちゃんの方がずっとすごいと思うもん。そうですよ。ランジュなんて全然すごくない。いえ、すごい人かもしれません。カスミンだって、あの人が上手なのはわかります。でも、すごいスクールアイドルではないですもん！先輩！ねえ、あなたたちも一度部に来てみない？プロが協力してるだけあって、やってることは高度よ。勉強になることがたくさんあるわ。そうだよ。ランジュだって喜んで迎えてくれるよ。私、絶対に行かないから。カスミもです。カナタちゃん、自分が好きなようにやりたいもん。私も、自分の大好きなことをしていたいです。すみません。あのね、この話、今日だけじゃなくて何度もしてるの。その度に意見がまとまらなくて。私たちだけでは答えが出ないので、先輩が帰ってきたら意見を聞いてみようってことになっていたんです。あなたは、どう思う？難しいよ。もちろん。じゃあ早速今から行こうよ。あかり、今ランジュって部室にいるかな？ライブの映像を確認するって言ってたからいると思うわ。行きましょう。あなた一人で平気？一緒に行こうか？本当に一人で大丈夫？アイさんたちが紹介したらきっと話しやすいと思うよ。じゃあ、いい話し合いになるよう祈ってるわ。
どうぞ。あら、あなた誰？ランチのサインが欲しいのかしら。もうちょっと待っててくれたら、サインでもツーショットでもしてあげるわ。あなたが？あのスクールアイドル同好会の部長？なんでこんな冴えない子が。で、ごめんなさい。挨拶はきちんとしないとね。改めて自己紹介よ。私はショウ・ランジュ。ようこそ我がスクールアイドル部へ。ええ、いいわよ。さ、そこにかけてちょうだい。で、私に話って何かしら。いいわよ。この私が率いるスクールアイドル部に入ってくれれば、すぐにでも活動できる環境が整ってるわ。申し分ない環境がね。はぁ、ほんと、わけわかんない。なぜランジュが用意したこの素晴らしい環境を利用しないのかしら。ほら見て、この物質、どう思う？これでも作りかけなの。向こうに専属トレーナー常駐のトレーニングルームを作るつもりよ。専用のシャワールームも作ろうと思ってるの。あ、サウナと岩盤浴も入れたいわね。私と私の友達がスクールアイドルをやるんだから、最高の環境でなくっちゃ。施設だけじゃないわ。スタッフだって世界中から集めた一流がバックアップをする。それなのになぜ同好会の子たちは来ないのかしら。他に何が足りないの。ちょっと私の話聞いてる。あなただって同好会のみんなに最高の環境でスクールアイドル活動をしてもらいたいでしょ。部長としてあなたが説得すればあの子たちも来てくれると思うんだけど。あなた、私のステージを見ていたわよね。私、客席はよく見ているの。いい顔してたわ。ランジュの歌に酔ってたでしょ。ならもう、ファンよね。あなた、同好会のみんなには慕われているようだから、役目をあげる。あの子たちを私のところに連れてきなさい。もちろんよ。あの子たちは素晴らしい原石よ。磨かれるのを待ってるの。だからこそこのランジュが成功を約束された新しい場所を作ってあげたんじゃない。いいわ、とっておきの秘密も教えてあげる。これを知ったら絶対に部の方がいいってあなたも思うから。うちのエース作曲家ミア・テイラーよ。ニューヨークから引っ張ってきたの。あら、わかるのなら話が早いわ。そう、あの有名な音楽一家テイラー家の次女、天才作曲家のミア・テイラーよ。この子の曲、去年何曲再生数ランキングトップ100に入ったと思う？30曲よ。30曲。これがどれほどすごいことなのか、いくらなんでもわかるわよね。ねえ、理解した？ランジュの作ったスクールアイドル部がいかに最高の場であるか。シャットアップ。あら、聞こえてるなら最初から言ってよ。集中して聞こえてないのかと思った。そういう悪気ないとこほんと嫌い。そんなこと言って、ミアは私のこと大好きでしょ。日本に一緒に来るくらいだもの。そういえば昨日頼んだ新曲の進みはどう？できてるに決まってる。来るの遅いから5曲も書いちゃったよ。うるさ、一晩で書いて悪い？ふんふん、いいじゃない。さ
3曲目が一番私に合いそうね。あなたも聞いてみる？愛が言ってたけど、あなたも作曲するのよね。だったらわかるでしょ？ミアの実力。ミアの元には世界中で流行ってる音楽すべての情報が集まるの。それを瞬時に分析して、より完成度の高い曲を生み出すのよ。世界中探したって、こんな14歳いないわ。高3。僕、飛び級してるから。ステイツじゃ大学生だよ。今更ハイスクールなんて、It's so bothering. 男児と一緒なら楽しいわよ。青春しましょうよ。どうかしら。私の作ったスクールアイドル部のこと、分かってもらえた？この環境を利用しないなんて、おかしいとしか思えないわ。じゃあ。それはその子の力次第ね。私より魅力的なら、その子が中心になるわ。ありえないけどね。でもまあ、そうね。一曲くらいはソロでステージに立たせてあげてもいいわよ。私、同好会のメンバーのことは認めてるの。スクールアイドルフェスティバルのステージを見て、この子たちだって思ったわ。荒削りだけど、それぞれの個性が尖って面白くて、その輝きを磨けば、さらに私を輝かせる最高の光になってくれるはずなのよ。私の用意した最高のスタッフのバックアップを受けて活動すれば、間違いなくレベルアップできるわよ。一番への近道なんじゃない？あなた、おかしなこと言うのね。苦労は曲のレベルを左右しない。曲なんて素人が作るより、プロが作った方がいいに決まってるでしょ？あ、そうか。そういうことね。あなたも作曲チームに入りたいってことでしょ？それもそうよね。あなたの役割はなくなってしまうもの。メンバーを取られないように必死になる気持ちは理解できるわ。けど、それは難しいわね。私、あなたはいらないの。一応、ミアにも聞いといてあげるけど、期待はしないで。じゃ、みんなの説得、よろしくね。バイバイ。あなた、おかしなこと言うのね。苦労は曲のレベルを左右しない。曲なんて素人が作るより、プロが作った方がいいに決まってるでしょ？あの、すみません。急に声をかけてしまって。でも、あなたの姿をこんなところで見かけたので、心配で。改めて、お帰りなさい。あなたが帰ってくるのを心待ちにしていました。部に行っていたんですよね。男児がどういうことをあなたに言ったか想像がつきます。私から謝らせてください。あの子がひどいことを言って、すみませんでした。私と男児、実は幼馴染なんです。部の設立も、同好会の活動禁止も、止めることができませんでしたから。ランジを知っているから心配なんです。昔からあの子、人付き合いが不器用というか、我の強いところが。で、これは私も同じ。生徒の自主性を無視して押し付けていました。似た者同士なのです。
ですが、相手にしてみれば同じことですよ。ランジュは華やかな外見、有り余る才能に裕福な家庭、誰しも羨むものをたくさん持っています。だけど足りないものもまた多いんです。本人はそれに気づいていませんが、自己中心的で強引で人の神経を逆なでする天才なので、私もこれまでどれほど被害を受けてきたかわかりません。ただ分かってほしいんです。あの子に悪気は全くありません。根本にあるのは純粋に自分がそうしたらみんなが喜ぶに違いないという思いだけなんです。とてもそうは受け取れないでしょうが、男女なりの善意なんです。とはいえ身勝手が許されるわけではありませんが、鉄頭鉄尾あの調子ですから、大抵相手に伝わらず煙たがられるんですけどね。またそのことにも気づかないから困ったものです。似た者同士で幼なじみですから。歩さんからあなた方二人のことを聞いたときは、同じ幼なじみでもこんなにも違うのだなと思ったものです。そんな、そんなこと言わないでください。あなたなしではなし得なかったことがいくつあると思っているんですか。例えば、覚えていますか？私、同好会を廃部にしようとしていたんですよ。大人げない真似までして。そんな私が、今はスクールアイドルです。これはもちろん、同好会の皆さんが受け入れてくださったからというのもありますが、一番は、あなたが誘ってくれたからです。頑固で、頭でっかちな私をここまで変えたのですから、少しは自信を持ってください。ランジュやミヤさんは確かに素晴らしいです。二人とも祝福を授かって生まれた存在なのでしょうね。でも、私はあなたの作った同好会が好きですよ。部の活動は素晴らしい才能が集まったとてもクオリティの高いものです。でも、私はあなたと一緒に活動する皆さんの姿の方がとても魅力的に思えます。今は私も部の一員として活動していますが、皆さんが同好会として活動できるようにできる限りお手伝いしますので、元気を出してください。そしていつか私も、もう一度。そんな失礼なこと言ったんですか？あのわがまま女は先輩のこと何にも知らないくせに。先輩も負けないくらいにすごいんです。先輩がいなかったらスクールアイドルフェスティバルは開催できなかったし、先輩の作る曲は世界で一番なんですから。少なくともカスミンにとってはそうなんです。かなたちゃんもあなたの作る曲が大好きだよ。私もそうだよ。あなたの曲はどれもあったかくて思いが詰まってて抱きしめたくなるもの。そんなことない。足りないくらいだよ。他の誰が何と言おうと、私にとってはたった一人の特別な人なんだから。先輩が部長だからこそ頑張れたことがたくさんあるんですよ。そしてあなたがいてくれたからこそ乗り越えられたことも。私たちの気持ち分かってほしい、リナちゃんボード。じー。
なこと。先輩は同好会をやめちゃうんですか？カスミンたちのことはどうでもいいんですか？いくら考えても私は同じだよ。答えは一つだけなの。あなたと一緒がいい。あなたが誘ってくれたから始めたんだもの。これからも一緒だよ。それが私の素直な気持ち。カスミンだってそうです。カスミンの魅力を一番引き出せるのは先輩なんですから。私もここにいたい。私のなりたいスクールアイドルにはここでしかなれないと思うの。カナタちゃんのわがままを聞いてくれるのはあなただけ。カナタちゃん、あなたから離れないもんね。私たちと一緒にいてくれるよね。あなたじゃなきゃダメなの。そうですよ。しずこたちは同じ気持ちだよね。一晩考えてもいいでしょうか。どういうこと？しずこは裏切るの？そうじゃない。でも、先輩がちゃんと考えてほしいって言ってるから、私は時間をかけて考えてみたいの。私もしずくさんと同意見です。一人になってしっかり考えてみたいです。私も。しずこも、りなこも、せつな先輩も、残るよね。おかえりー、会いたかったよー。なんだかもう何年も会ってなかった気がする。大げさと言いたいところですが、私も同じ気持ちです。元気に帰ってきてくれてよかった。私たちからもこれ、お土産。合宿したことはしたのですが。かすみちゃん、あゆもちゃん、詳しいことは言ってないよね。食面白かったよ。ほのかちゃんたち、私たちのことをゾンビと間違えてさ。ちかちゃん。まあ夜中にいきなり窓を叩かれたら誰だって驚くよね。ようちゃん、歩夢先輩ってば全然気がつかないんですからね。だってみんな演技が上手くて。演技が上手くて。私としずくちゃんかなり演技派だったからね。私も上手かったんじゃないかな。ほのか、小鳥、ちゃんと反省していますか？ごめんなさい。でも合宿自体は大成功だったんじゃない？みんなでヘトヘトになるまで練習したもん。あれはさすがの私も答えたな。でも練習の後のご飯は美味しかったね。かすみん、ご飯が美味しかったとしてもカナン先輩の特訓はもうこりごりです。そんなこと言わないで、またやろうよ。先輩が行くならカスミンも行きます。
クールアイドルフェスティバルはもっとすごいことができちゃうんじゃないかな。ええ、そうですね。うん、最近はね、スクールアイドルフェスティバルがきっかけで海外の人からのメッセージも増えたんだ。私たちもエマさんみたいに外国からスクールアイドルになりたいってやってくる人も増えちゃうんじゃない？もう、ん？どうしたのですか、かすみ。いきなり難しい顔をして。そんなことになってるの？うん、そうなの。この間なんて大変だったんですから。はぁ、太陽の下での練習もいいね。眩しいから眠くなりにくい。同好会の活動は禁止されています。監視委員です。直ちに解散を命じます。逃げろなんてことが。監視委員なんて人たちがいるのですか。悩ましいですね。それだけじゃないんです。スクールアイドルフェスティバルの成功も手柄も全部部のものになっちゃってるんですよ。先輩たちやミューズやアクア、応援してくれたり手伝ってくれたりしたみんなと一緒に作り上げたのに、その手柄を部の人たちが横取りしちゃったみたいな感じです。だとしてもそれはちょっと悔しいね。先輩はいい人すぎるんです。おまけにランジュから意地悪されて自信なくしてるし。自信なくしてるってどういうこと？先輩ってばカスミンたちに部で活動した方がいいんじゃないとか言うんですよ。みんなの足かせになっちゃってるかもとか言うんですよ。もう。ねえ、活動を制限されてるって大丈夫なの？練習できてる？それは。いいこと考えた。理事学のみんな、私たちと一緒に練習すればいいんだよ。だって監視委員会だっけ。その子たちも音の木坂までは来ないでしょ。え？もちろん大歓迎ですよ。私たちにとってもいい刺激になります。はい、終了。終わった。リナちゃんボード、へんにゃー。なんだか、いつもよりハードだった気がする。二次学のレベルが上がっているから、それに合わせただけよ。エリさんにそう言っていただけるなんて嬉しいです。先輩が帰ってきたら驚かせようって、みんなで頑張って練習した甲斐があります。あなた、合宿で何があったか聞いた？私たちからしたら苦すぎる思い出なんだけど。でも次はドッキリはなしだといいな。だそうですよ、ほのか。あはは。でもかなたちゃん、なんだかんだ楽しかったからドッキリあるのもいいかも。私はもうあんなにハラハラしたくないよ。エマさん、今度やるなら嬉しい方のドッキリを一緒に考えようよ。
次はうちが合宿のプランを立てようかな。のぞみ先輩のプランだと嬉しい方のドッキリじゃなさそうです。そんなこと言う子はわしわししちゃうよ。ピャー、ついでにマキちゃんもやっちゃおう。ついでとは何よ。こんな風に笑って練習できるなんて本当に久しぶりです。そうだね、本当にミューズのみんなには感謝しかないよ。リンも楽しかったにゃ。うん、そうだね。あなたたちさえ良ければいつでも来て。だけど練習だけじゃ満足なんかできないんじゃない？そうですね、練習をしたなら成果を確かめたいですから。うん、やっぱりライブしたい。リナちゃんボードキラーン。みんなに私たちの歌を聴いてもらいたいよね。しかし許可なく郊外でのライブ活動はできませんし、今の状態で許可が下りるとも思えません。なら方法は一つね。方法があるの？ゲリラライブよ。ゲリラライブって何ですか？いつどこでやるかは誰にも内緒。突然その場をパーンとライブ会場にしちゃうのよ。かっこいい。それいいね。やりましょう。ライブさえできればこっちのものです。同好会の方がすごいって見せつけてやりますよ。みんなの指示があればさすがに学園側も無視はできないでしょう。でもランジュちゃんプライド高そうだし、なんかアクション起こしてきそう。それをうまく利用すれば立場が逆転するんやない？やる価値はあるよ。やっとみんなの前で歌えるんだね。あのわがまま女にカスミンたちの実力を見せつけてやりましょう。成功すればカリンちゃんやアイちゃん、しおりこちゃんも戻ってきてくれるかもしれないしね。先輩もよーく見ててくださいよ、カスミンたちのライブ。カスミンたちと先輩が一緒に作り上げるライブの凄さを見て自信を取り戻しちゃってください。そうと決まれば作戦会議です。ふっふっふ、作戦はニコに任せるニコ。お願いします。ゲリラライブを行うにあたってクリアしなければいけない問題がありますね。はい、監視委員会に気づかれないことです。リナちゃんボードキリリ。ええ、私たちは監視されていますから警戒されるようなことはできません。カスミンたち悪いことしてないのに何なんですかね。いかに悟られず水面下で準備を行うかですね。今ライブのことを決めて誰にも何も言わないで当日いきなりやる？人性の高さだけ考えればそうしたいところですが、別の問題が発生してしまいますね。別の問題って？せっかくライブをしても誰にも見てもらえない可能性があるということです。いくらゲリラライブとはいえその時間に何かが起こるらしいという空気がなければ人は集まりません。だからといってそのような雰囲気が広まれば監視委員会の横やりが入るかもしれないというリスクもありますが、
ゲリラライブをするよーって宣伝したら、監視委員会も来ちゃうよね。でも、私たちのライブを見たいって思ってくれる人に、それを届けられないのは嫌だよね。宣伝しないと人が集まらない。でも、宣伝したら邪魔される。一体どうしろって言うんですか？全校生徒は無理かもしれないけど、せめてファンクラブのみんなには見てもらいたいよね。ファンクラブのサイトでお知らせする？監視員がファンクラブに潜伏していない確証がない以上、危険かも。つまり、どうやっても宣伝は危険をはらむということですね。あ！ファンクラブのみんなにだけ伝わる暗号を考えるとかどうですか？暗号か。みんな解けるかな？噂を流してみるのはどうかな？噂ですか？うん。あのね、昔のことなんだけど、あなたは覚えてる？そう！あなた、うちの団地がドラマの撮影で使われるっていう噂を聞いて、朝からあちこち探し回ってたことがあったでしょ？そうそう！その時は本当にただの噂で何もなかったんだけど、私たちと同じように団地を歩き回ってた人がたくさんいたの。なるほど！それはいいかもしれません。でも、たとえ噂でも情報が流れちゃえば監視委員が駆けつけちゃうのでは？監視委員は二人ですし、噂の場所を多くすればチェックできないポイントができるんじゃないでしょうか。でも、その噂はどうやって流します？カスミンたちが情報源ってバレたらまずいですよね。心当たり？さすがです。やはりこういう時は日頃の人付き合いがものを言いますね。そういう意味では先輩は虹ヶ崎で一番かもしれませんね。なんか、なんとかなりそうになってきたね。なんとかなりそうじゃなくって、なんとかするんですよ。かすみちゃん、やる気満々だね。当然です。あの女王様気取りのわがまま女にかすみんたちの力を見せつけてやるんですから。おしまいですか？まだまだ全然いけますよ。そりゃあ先輩をびっくりさせたかったですもん。かすみん練習すっごく頑張りました。あゆむ先輩たちもかすみんほどじゃないけど頑張ってました。あー、そうでした。ここ借りてるんでした。先輩、この間からちょっとだけ落ち込んでません？かすみんは先輩のことならわかるんです。あのわがまま女のせいで先輩が落ち込んでるのは許せません。何度も言いますけど、先輩は本当にすごいんです。でも先輩はそれをわかってない。かすみんはそれがすごく悔しいです。まあ、もし先輩の言う通りだったとしても、かすみには先輩しかいないんです。だって先輩はかすみんと同じくらいスクールアイドルのことが好きだから、かすみんはそういう人がいいんです。見ててください。かすみん、次のライブで先輩は本当にすごいんだってみんなに見せてきます。かすみんの歌で先輩の凄さをみんなに伝えますから。
お天気。リナちゃんボーラピコーン。ついに今日ですね。屈辱の日々も今日でおしまいです。みんなにどっちが本物か教えてあげますよ。今日のためにたくさん練習してきたんだもの。さすがに少し緊張するね。でもそれ以上にワクワクしてる。秘密組織の活動って感じです。かなたちゃん、いつもより早起きしちゃったよ。あ、そうでした。ポーカーフェイス、ポーカーフェイス。あら、あなたもこれからランチ？もしかして同好会のみんなも一緒？ちょうどいいわ。ナンジュのランチビュッフェに招待してあげる。今日はよく行くホテルのフレンチを用意させたの。すっごく美味しいのよ。学食なんて飽き飽きでしょ。モーマンタイラ、同好会のみんなならランチくらいは部に入らなくてもご馳走しちゃう。ランジュとスクールアイドルのお話をしましょうよ。みんなにとっていい話を聞かせてあげるわ。あなたも同席していいからみんなを呼んできなさい。え？ランジュと一緒に食べたくないの？そういうもの？慣れればいいの？待ちなさい。一流になれさせてあげるわよ。ねえねえ、今見てきたんだけど結構集まってくれてるよ。作戦大成功ですね。かなたちゃんも3カ所くらいから噂を聞いたよ。噂広まるの早かった。私たちのこと待っててくれた人がたくさんいるってことだね。なんだか嬉しいね。それだけで支えてもらってる気がするよ。歩先輩、喜ぶのはまだ早いですよ。ええ、ステージで力を出し切らねば。
ミンのことをもっともっと近くで見てくださいね。歌もダンスもその方が上かもしれないけど、カスミンはまだまだかもしれないけど、それでもみんなが応援してくれる限りカスミン負けてないんです。だってカスミンのライブはカスミンしかできないもん。カスミンが一番可愛くて素敵になれる場所だもん。カスミンの、カスミンの全部を込めた最高のライブをするから、カスミンと一緒に盛り上がってくださーい。カスミさん、カスミちゃん、みんな声出そう。では聞いてください。ダイヤモンド、うん、かすみちゃんの歌で元気出た。精一杯歌ってくるね。はーい。最初あんなに泣きそうになっちゃってたんだろう。ステージに立てばみんなかすみの味方なのに。しずくも見たでしょ、みんなの顔。かすみと同じすっごい笑顔だったよね。うん、やっぱり今日もかすみ最高に可愛かったな。ねえしずくもそう思うでしょ。そうだね。あります。かすみさん、すごいな。え、何か言った？しずくちゃん。いえ、何でもないです。しまいましたね。悔しいですが、部の人気は本物です。うん、やっぱり部のクオリティはすごいもんね。でも私たちと一緒に楽しんでくれる人たちがいてくれて嬉しい。とっても力になるよね。うん、みんな一緒に楽しめたよね。そうだよ、私たちのことを応援してくれる人にライブを届けられたんだよ。だからこそカスミンたちもっともっと頑張らないとです。ですよね、カスミン自分でもそう思います。カスミンたちはスクールアイドル部になんて全然負けてません。先輩、
あなたに一番近くにいてほしい。かなたちゃんも、あなたがいないとダメ。あなたがいてくれないと私、またいつ暴走するかわかりませんよ。やっといつもの先輩に戻ってくれましたね。先輩はカスミンたちの一番の味方でいてくれるってあの日約束してくれたんですから、ずーっとそばにいてください。私たちのやりたいスクールアイドルを一緒に考えて一緒に目指してくれるあなただから、私たちは全力でスクールアイドルができるんだよ。一緒に頑張ろう。さーて、じゃあ早速作戦会議だ。この先どうする？まず活動の許可は下りないことを前提として考えなくてはいけませんね。だったらこのままゲリラライブを続けましょう。カスミンたちのやり方で同好会の魅力を伝えていくんです。部に負けないくらい盛り上がればきっと応援してくれるみんなが声を上げてくれるはず。うん、私たちのライブをもっともっと見たいって言ってもらえるよね。そうだね。まずは味方をたくさん作ろう。うんうん、見てくれる人がどんどん増えていくように頑張ろう。あの噂の仕掛けをもっとたくさん考えてみましょう。どんな風にする？あの、皆さん、どうしたの、しずくちゃん？あの、私、スクールアイドル部に行こうと思うんです。何言ってんの、しずこ。しずくちゃん、本気じゃないよね。本気です。なんで？嫌だよ、そんなの。ごめん、かすみさん。でも、もう、決めたから。しずこ、最低だよ。このタイミングで部に移るって、人気のあるところでスクールアイドルしたいだけじゃん！違うの。そうじゃなくて、私先輩に言われた時からずっと考えてたの。やだ、しずこなんてもう知らない。残念なことに変わりはありませんが、しずくさんもよく考えてのことなら。私も寂しいけど、しずくちゃんの意思を尊重してあげたい。せつなさん、りなさん、せっかくみんなで頑張っていこうって空気だったのに台無しだよ。かすみん帰る。あ、しずこなんてもう一緒に帰ってあげないんだから。しずこのバカバカ。先輩も私に失望しましたか？先輩、あの、そうじゃないんです。私、部と同好会で何がどう違うのか自分の目で確かめたいんです。部のパフォーマンスは確かにすごいです。圧巻とすら言えると思います。圧倒的な空気に引き込まれているのに、ふと同好会のパフォーマンスが頭をよぎるんです。本当にふと思い出すんです。クオリティを聞かれたら、おそらく100人中100人部の方が勝っていると言うと思います。でもなぜか私はそれに同意できません。
今日のかすみさん、ランジュさんに負けてないと思いました。何が違うんでしょうね。何かが違うのに、それがわからないことがもどかしいんです。だから私、部に行ってきます。その謎が解ければ、私だって。実は、恥ずかしながら、ちょっとだけ勢いで行っちゃったところもあります。私、かすみさんのことをすごいって思ったんです。歌もダンスも、部の方が上かもしれないけど、かすみはまだまだかもしれないけど、それでも、みんなが応援してくれる限り、かすみ負けてないんです。あんな風に言うの、今の私には無理だなって思ってしまいました。そう思ってしまった自分にも落ち込みました。だから負けるもんかって思ったんです。私も成長して自信を持って、私の方が魅力的なんだと言い切れるようになりたい、そう思いました。先輩、こんな私でも応援してくれますか？はい、待っていてください。絶対に成長して戻ってきます。